こんにちは。どうも。こんにちは。うん。紫キャンプ、ありがとう。うん。何か食べてる？食べてないよ。食べてない。やば、食べてない。うん、メラボールありがとう。ありがとうございます。食べてないよ。言ったらんけど。うん。ミラーボール。実験。あさ、4分も1。ズームの方ありがとう。二度目の方もありがとうございます。こんにちは。よいしょ。うん。なあ、今日お休み？ゴールデンウィーク？日曜だ。お休みですか？めっちゃ暑い。今日めっちゃ暑いの？まだ外出てないや。ギフト、ギフト投げ切り完了。ありがとう。ありがとうね。以上。あ、二度目の方、ありがとう。お腹すいた？私も、てかなんなら説教来たよ。まだご飯食べてないです。31度あんの今外。まだ吸っててないですね。今日は買い物に行きたかったけど、まあ、当時じゃない、普通のもの先に行きたかったんだけど、行くのやめようかな。100均行きたかったけど、暑いんだったら。こんにちは。朝から配信行ってきた。めっちゃ暑い。そんな暑いの？えぇ。こんにちは。どうも。涼しいぐらいが一番ちょうどいいのにな。気温。31度。それやばくない？常に31度。暑くない？それ。私はもうさっき冷房つけました。もうちょっとパソコンで暑くなっちゃうし。よかった、まず394人。ありがとう。ありがとうございます。400人いけそうだわ。ありがとうございます。今冷房つけたばっかだから、あれだけ。今24度です。うん、長袖着てたら暑すぎて無理だった。
そんな暑いの今日。地元体温が 36.5 度もある平熱めちゃくちゃ平熱いや、わかんない。普段めっちゃ低い人かもしんないわ。35度台の人かもしれない。それだったらあれか。こんにちは。初詣の方ありがとう。お昼ご飯はまだ食べてないです。二度目の方もありがとう。わー、たくさん寝た。いや、そんな寝てない。なんか寝れなかった後でもうちょい寝ます。眠い、まだ。食べるの？お昼何食べようかな。決めてない。来週終わって考える。マスター、具がない具がない。何もパスタ麺しかないんだけど、どうしよう。作れないよ。でも買いに行かなきゃいけないわ。こんにちは、たまん。あ、お団子を食べるのありだな。でも今そんなお腹空かないんだな。お腹空いたらお団子もあり。解凍してあるな。私買ってなかった。買ってない。ないよ。もやし日持ちしないからな。もやしの賞味期限って2日ぐらいじゃん。すぐ切れちゃうからさ、買ってないです。買いだめてきます。こんにちは。解凍してあるとの解凍解凍してあるとの解凍されたな塩パスタ、なんかおしゃれじゃん。塩パスタしよっかな。ペロンチーノもいけるかな。あの具がないやつ。肉、ニンニクあるの。なんかさ、ニンニクチップみたいなやつが、カスしたやつ。それを、あの、水で戻して、鷹の爪もある。鷹の爪ってか、鷹の爪か。唐辛子。唐辛子さ、普通にさ、丸々のやつ、ちっちゃいさ、切られてないやつあるんだけど、めんどくさい、あれ毎回切るの次から切られてるやつか、もともと綺麗に切れないんだよな。綺麗に輪っかにさ、切れない。ペペ玉、あ、ペペロンチーノに卵入れるやつでしょ。やったことあるよ。美味しいよね、あれ。私もそれ好き。二度目の方、ダメっす。うん、ミラボールありがとう。別に。
相手のヒットポイント少ない。もやし、もやしはね、私好きなやつある。なんかピリ辛のタレみたいなやつを買ってきて、なんかあるのよ、もやしのピリ辛のタレが。それをあのもやし、もやしをね、あのさ、なんかなんていうの、なんだっけ、アイラップみたいな、なんか袋、ああいうビニール袋みたいなか、お皿にどうしてもいいけど、レンチンして、レンチンするので、あの出てきた水分でさ、水捨てて、そのピリ辛のタレ混ぜて食べるのが好き。ジップロックじゃない、アイラップみたいな、レンチンいける袋。二度目の片頭の方、ありがとう。もやしのピリ辛のタレ、普通にレシピで作ってもいいけど、タレ作ったのも美味しいけど、ピリ辛のタレいつもあるから。イベント終了前に裏配信できるよ。できるできる、全然できます、大丈夫です、やりますよ、もちろん。もちろん。1時間ぐらい配信かな。だから、1時45分ぐらいには終わるかな。1時間ぐらい。やと思ってます、お昼配信は。マイスとひき肉をピリ辛のタレで炒めたの、居酒屋メニュー絶対美味しいじゃん。マイスとひき肉のピリ辛炒め絶対好きだわ、それ。もやし焦げる寸前まで炒めて、ひき肉のタレ、あー、焼肉のタレもいいね、いい、これもいい。タコスの食べ放題まだ行ってないや、行ってない、食べたい、タコス。タコス聞きながら昼食、お昼飯食べる、何食べるの、みんな。マックの油淋鶏、油淋鶏チーズだっけ、あのチキンタツタの油淋鶏、それめっちゃ気になってさ、前頼まなかったんだよな。美味しい、それ気になってる。ちょっと二度目の方ありがとう、こんにちは、とも。うん、私は塩コショウ、あ、確かにね、塩コショウ大好き。めっちゃ美味しいよね。家でさ、まかちゃん作るときは、もしあったら、お前しとピックしてた。美味しい。二度目の方に、多分。この間、勤務先の近くに出てきたタコベル、ん？タコベルの店員さんが無料クーポン。タコベルってない？無料クーポン、でもいいね、無料クーポンって。回転記念、あ、タコス屋さん、タコス屋さんか、めっちゃいいじゃん、行ってきなよ。いいね、それ。何いいのかな、毎日始めてんのか。配信、こんな配信前縮まってたっけ、さしてないな、今。ん？どういうことだ、わかんないよ。わかんない、あれ、このさ縮まってたっけ、配信中って言ってた。
わかんない。レインボーした、ね。こんにちは。急いでたからもらえなかった？あー、それはショック。私の前さ、全然無料クーポンとかではないんだけど、だからなんか買い物してたのかな、なんか歩いてテストしたらエナジードリンク配ってるやつにさ、あってさ、初めて見たの。それエナジードリンク配ってるのさ、見たことなくって、初めて見たのその時。あ、絶対欲しいと思ったんだけど好きだからエナドリ絶対欲しいと思ったんだけどさ、急いでてさもらえなかった、ショックだった。欲しかった初めてエナドリ配ってるの見かけたのにもらえなかった残念。会いたがっちゃうな、やっぱり。絶対欲しい。だって、エナドリ好きなの。初めて見たの、エナドリ配ってんの。見たことなかった。どうの方ありがとう。コーヒーマグハリ？あ、秋葉原？どこで配ってんの？うん。どこだったかな？原宿のところ？かな？原宿。ちょっと忘れたけど。買い物か美容院？行こうって思って、あれ急いでたの、もらえなかった。嬉しい泣いたがつな。キエナエナん、キキエナドリ何もできない。似てるもんだってエナドリって味わかんないわかんないエナドリ好きだけど、危険なのやばいだな。モンスターとデカビタとかオルナミンシーとかだったらわかるけど違うし、味が分かんない。そんなに似てない？しょっちゅう飲まないんだよな、そこまでは。あんまーに飲む、最近飲んでないやつみたいな。レッドブルは缶が乗ってる車で配りに来て、そんなのあるの？その時何だったかな？もう急いでて何の、どこのメーカーか見てない。レッドブルだったかな？わかんないけど。なんか配ってたんだよな。もらいたかった。次見かけたらもらおう。以上、2度目の方にどう。モンスターのいろいろな種類買ってきて、キキエナドリ面白そうね。でも難しそう。なんていうの、ゼロのタイプとさ、ゼロキロカロリーのタイプと普通のタイプの違い分かんないからな私ね。でも一緒に飲んだら分かるもんなのかな。あん、一緒にそんな2本さ買ってきて飲んだことないから。配信、いや配信ではやんないよやるとしたら YouTube じゃない。ではやんない。2度目の方に、
こんにちは。いいのかと、あ、朝配信とかしてるんだよ。でも配信さっきしてた？いや、私さ、配信始める前さ、沢がさ、2位の方と10万ポイントぐらいあった気がしたんだけど、さっき気づいたら4万ポイントだ。間違いか？いっぱいしてるんだな。やらなきゃないわ、夜まで。あ、ツオームの方、二度目の方、ありがとう。こんにちは。どうも。違う、わかる、何が？ゼロキロカロリーだと普通のやつ？全然わかんない。全然わかんない。この方ありがとう。ペットボトルはめっちゃ眠いとき2時間かかるもん。それを超えると4倍眠くなります。やばい、2時間だけかかすぎるな、あれ。確かにわかる。ちょっと復活できる気がするわ。気がするだけかもだけど、こんな店飲んだことあるけど、レッドブルとか飲んだことない。レッドブルも美味しいよ、味。ちょっと違うけど、まだ美味しいとことは。美味しい。あ、ツボの方ありがとう。こんにちは。よいしょ。紫音波ありがとうね、今日も。ラボールも、両方ありがとうございます。ほんで、マサキ音符6万個いきそうだもん、ちょっとね。5万9820個で。ミラボールは111個。ゼロ目だ。111。111個です。あと、マサキ音符は2の方と2万個ぐらい下がる。4万1000だ。ミラボールは、84個だから2の30個ぐらい。エナドリ飲んでも寝れる自信ある。すごいな。エナドリ飲んでも寝れちゃう。でもエナドリ、いや、私も寝れるかもな。あ、そうなったり、うん。でも深夜とかにどうしてもその起きてしないといけない。例えばコンサートが近くってなんかダンス練習しなきゃいけないとかの時にエナドリ飲んで練習してたこと。まあなんか、うん、なんか起きてられる気がするだけかもしれない。気の持ちようかも、わかんないけど。うん、許可たまず395人。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。こんにちは。普段レッドブルは日本では成分的に売れないって聞いたことがあります。やばいってこと？そんな。すごいのかな。アウトドアの時ポカリとレッドブル混ぜたやつ飲むけど結構美味しい。あ、そうなの？ポカリとレッドブルか。ポカリとレッドブルね。じゃあまあスポーツドリンク好きじゃなくて飲まないけどいけるかな。あんま好きじゃないのね、スポーツドリンクっていうの、ポカリとかアクエリアス。なんかわかんないけどちょっと苦手なんだよね。
ミンミンナハ飲んだことないんです。あれって効くの？本当に眠くならない？眠くなりそう。二度目の方ありがとう。ミンミンナハとかさ、メガシャキとか、何がある？俺のやつって。気休め？まあまあ聞く。寝るか。飲んだ時のまずさで目が覚めた。え、そんなに美味しくない。中眠くてミンミンナハ飲んだことあるけど、やっぱ眠かった。いくらやろか。気がするか。頭の方、二度目の方、ありがとう。ありがとうございます。こんにちは、たま。たまに会わないかも。わかんない。バレエの時はね、水飲んでた。小学校の時は、スポーツドリンクを飲まなきゃいけなくて、途中でさ、土日とか、休日の練習の時長いとさ、途中で保護者の人が足してくれるのね、飲み物。でも、その時に、ポカリか、なんだっけ、アクエリアスを足してくれるから、スポーツドリンクじゃなきゃいけなかったの。中学校とか別に何でもよかったから、途中で足すみたいなやつがなかったから、保護者も水入れてた。水入れて途中なくなったら、そのなんか水飲むやつあるじゃん、なんか押したら水出てきて飲めるやつ、あれで水入れてた。出してた。全とかそこから飲んだことあるよ。甘すぎじゃないね。エナドリの味があんま好きじゃない。ポカリかアクエリアスだったらポカリのが好きなんだけど、なんだろうね、あんま好きじゃないんだよね、ドリンクの味が。小学校の時嫌だったもん。うちの家アクエリアスだったんだけど、アクエリアスの場合好きから、アクエリアスだったんだけど、好きじゃなかった。中学の時水だったけど、ちゃんと塩分取るようにしてたよ。塩。なんかミンティアみたいな箱に入った塩があって、ちっちゃいなんかもうお米の粒みたいな感じの、ちっちゃい塩の粒みたいな、それ食べてた。
わかるかな？わかる人いる？塩いやみたいなケースに入った。じゃあ塩。二の目の方ありがとう。こんにちは。どうも。なんとひいきのサッカーチームの試合見てくよ。熱中症に気をつけないと思ったね。楽しんできてな。暑いからね、気をつけて。サウナの方ありがとう。ヘンリス塩飴、飴じゃないと、お米の粒ぐらいちっちゃい塩。チャージタブレットみたいなやつじゃなくて、でっかいやつ、なんかね、ブリスクみたいなやつ。ちっちゃい塩がで持ってた、うん、こんにちは、どうも。ハチミツ漬けはね、食べたことない。ハチミツレモン飴みたいなさ、食べたことあるけど、レモンのハチミツ漬けは食べたことない。なんだろう、そう、なんか小学校の時にね、チームの子が持ってて、同じの買ったけど、塩固めて、めっちゃ固めたやつ、お米の粒みたいな、ちょっとちっちゃいやつ。めっちゃタブレットみたいな思ってたけど、食べなかった。カニちゃんだわ。昨日のチームは鳥にいたわね。やっぱ大分はさ、あの鳥にいたよ。見たことないんだけど、試合でいつか見に行きたい。あと大分バレーボールチームもあるから、あのミューシバイセアトルっていう、いつか見に行きたい。まだ見に来てないね。バレーの試合はね、前に見に行こうと思って思ってたんだけど、なんかそのタイミング合わなくて行けなくて、できてないです。初物の方ありがとう。こんにちは、初見です。ありがとう、コメント。タイミングが合わなかった。行こうと思ってさ、そのスパイスアートラページ調べてさ、あの試合日程とかも見たけど、なかった。行けそうな会場のやつ全部に、頑張んなかった。あ、なんかクマのキャラクターのやつ、それ飴だっけ、それのせいしてる。そんな、それは食べたことない。そんな自分じゃ買わない。二度目の方、初物の方ありがとう。いつか見に来たな、サッカーとか。キャラクターとしても小気味苦戦してます。あ、やばい、今日投票してない。私昨日したっけ、してないか。嘘でしょ、
回配信をしとこう。でもどこはしなの私ね、そんなにサッカー詳しくなくて見たことない。そんなになんかここめちゃくちゃ推しててってところは特にないんだけど、でも地元にサッカーのチームあるからそこかな、取りに行った。どこかって言われる、見たことないけど。私イベントどうでお願いします。でかすぎるよでかすぎるよ、規模感間違えてるあ、コギメン投票してきた、ありがとう。40以内に入れたいから、マリオショップも行きたい。生で見たいスポーツはバレエ、サッカーかな。あれ見た、一回だけ見たことあるの、その小学校の時のラブチームの子たちと書いてもさっきどこだったか、どことどこだったか忘れたけど、一回見に行ったの。夏物の方に挑めなかった、ありがとう。あ、10時から走るくれてんの、抜かされちゃうかもしれない、夜配信で頑張らない三冠取りたいからな。紫キャップ6万個いってる6万、ありがとうございます。いっぱい出てみたい大会、私がどういう出てみたいってどういうの、今日もシナモンに投票してきました。シナモン推しなのね。シナモンか、シナモン派か、逆に言うの。なんか君と花丸お化けにもポップ君投票してる。でも色配信ででっかいする、終わろうねこんにちは。カヌレ大会、カヌレ焼く大会、みんなで井上の方ありがとう、こんにちは、どうも。珍しい？この時間の配信？お昼、お昼配信、確かにそんなしょっちゅうやってないかな、たまに。ベル抜き返して逃げ切り3連勝逃げ切り3連勝、確かにイベントさ、私さ2回連続で1なんだよね今。ショールームランダーの遊園地のイベントとアバターイベント、嬉しい。今何時に起きたの、配信のちょっと前
った、ありがとうございます。ね、たぶんエペなら大会常連の人仲良くなれば出られる。確かにそのイメージちょっとあるけど、うまくないと思う。いや、エペのねイベントも出てみた、私ゲーム系の言ってるけど、出てみたいんだよな。うまくならなきゃ。ずいぶん寝た、いやそんな寝てない。弁当ここによるある、なんか会場でするやつは前回は2月に幕張メッセだっけ、幕張メッセのイベントあって、あとでもなんかそのちっちゃい大会とかもあるの、オンラインでね。オフラインはその年に2回あればいい方ぐらいじゃない。そんなにないんだけど、あのオンラインの大会とか、コメントやる配信見逃さないで、いっぱいアラームかけよう。いっぱいアラームかけよう。ヨルムとエペのクラブイベント大事ね。でも画面固まってるので俺だけかな。ないんだって、ラジオ配信なのよ。ラジオ配信見てんのよ、固まってる。ヨルムとタマのコラボイベント配信者配信者になってそうな方に、うん、各チームリーダーが残り2人をポイント内で順位を選べる大会、確かに多いね、そういう。あ、ツアーの方ありがとう。こんにちは、どうも。やっほー、まだかなり投げもない。なんでそりゃ。なんじゃそりゃ。何秒と呼ばれるくらい上手くなりたい。あえてプレイ時間増やすか。こんにちは、どうも。キラボシもありがとうございます。プリンもプリンも投げ放題。何ギフトで新しく出すってことイベントやなきゃ。かわいいだろうな、プリンとかカヌレとか。2度目の方ありがとう。気が早くもだけど、次のイベントの話してる？あ、何が？次のイベント？明日から？明日からはね、なんだっけ、あ、決めてる、なんかこれ出たいな。
明日だからはどれだっけ、ね、これか、超プレゼント祭り、ゴールデンウィーク、これはアクションカメラ狙いです。アクションカメラ頑張ると思います。アトムの方、2度目の方、映ってるキャラクターなんですか。これはあの2個映ってて、席の方が一緒にあるの、席の方が YouTuber の方、23時のナトナプティちゃんで、手前がひらかのすゆちゃん、ゆうちゃんとプティちゃん、2度目の方はゾウの方に、カメラ動画撮れるかな、じゃあインドネシアから来ました、ありがとう。もうちょっとで90万ポイント達成だ。ありがとうな。ハロカ見てるんだね。漫画、最近見れてないけど。アニメは見てない。漫画見てました。こんにちは。どうも。日本から来てます。帰ってるよ。帰ってるよ、もうちょい。の方もありがとう。ハートアニメどっちから入る？どっちもある。でもアニメから入って漫画見たい派。こっちの方がやっぱさ、こうアニメにはさないところもあるじゃん、漫画って。だから、アニメ。漫画から見てアニメ見たらさ、アニメにはここら辺の感じになりたくないから、アニメ見て漫画がいい。ないし、YouTube 早く。うん、今日方まで396人。ありがとう。80人くらいエントリーしてるっぽい。激戦になりそう。わかんないけど。きっと、何してんだ、8人でも。イベント終わって、出る人増えると思うから。絶対増えるから。昨日マッシュル見たわ。ひらかの曲歌えない。アニメ見てないんだよね、私。分かんない、どれか。ひらかの曲。頭の方に、2度目の方、ありがとう。のち京子さん、確かに SSS ランクの方。来るかな。
やんねえじゃん、次のイベント。うち取れると思う。強い人出そうだしな、これ。ですね。まあ、わかんないけども。今日食べてたのてっぺん取れるでしょ。SS ランクは参加できないイベントに。やば、何が何でも勝ちたいじゃん。そうだけど。来月から7期始まるの。アニメ見てないんだよね。漫画もめっちゃ途中で止まってる。どこまで読んだかももう覚えてない。中まで。分かった。だから、ね、漫画ね。か黒羊。進撃の巨人ね、確かに最初は見てないの。8時に入室したけど遅くまで。今は8時前やめたかな。8時50分3時ぐらいまで。まずはマッシュルあと1話ぐらいだから見て、フリーレン見てかな。フリーレンを何話か見たかな。3日目ぐらい、まだ全然追いついてない。C ランク限定だった。ストロークやる、いやストロークもやるとは思ってるよ。フリが無理だね。まだ見ようフリはまだ見ようってない。フリ見てない。めちゃくちゃゆっくり見てる。練習しよう。イベント呼ばれるぐらいに。ただいまお腹すいた。だから私もちょっとすいてきた。あとも400人は今日中に達成できそう。あと何だっけ。あと4人か。4人ならいけるかな。今日抜けちゃうかもしれない。そんないっぱい増えてたね。いけそうだ。来月は何人目標にしようけど、先月のさ、先月314名、やつ400だったらすごいな伸び具合。
じゃあ。たらお祝いなんかする？なんか。じゃあプリン買ってこうかな。来月400人いったら今月400人。2週目が一番再生数多いの？私の週450もいいね。確かに500ちょっといくか、いけるって感じだからな。50ぐらいでいくまだいけそう。警備は600人って言ってた。で、先よ。100人いたらケーキホールで食べる配信。大変だもん、ホールで買ってきたら。なんだよ。あとじゃあ、誕生日とかがいいよ、それするなら。最高記録更新。それでも最高記録？最高記録って何なの？これはやばい。ちっちゃいやつってるかもだけど。こんにちは、どうも。これは買ってからプリンかな。嘘出ない。だから前何言ったの？ありがとう。ハトハロでケーキ食べる。ハトハロ。またやりました。ありがとうございます。カムの方ありがとう。食べる配信で作るのが大変。売ってないし、バケツプリン。でっかいプリン食べてみたいけどさ、いつか。池袋に売ってんの、バケツプリン。すごいな、池袋。池袋すごいな。バケスプリンって売ってんの？持って帰れなくない？持って帰れない。ちっちゃいバケツ。ちっちゃいバケツプリン。スーパーにチーズの。ああ、それは買ったことある。でもね、あの1リットルのやつもね、結構入ってる。ピッチャーなんだよね。手で取るけんね。手で取るしね。手で取るけんのはもちろん無理だけど。
500半分でもきつい絶対。2番目の方あったーどうも。バケツプリン作ろうと思ったから確かに。でっかいプリンは食べてみたけど、バケツのでかいのは食べなさそう。45分ありがとう。すでにボールプリン2000円だったよ。 1.1キロ、でかっ。ボールなんだ、そこはバケツじゃなくて。食べれない気がする。シェアしてた。ランキング見ますね。13位から見ます。13位、インサイさん、ありがとうございます。12位、ソランさん、ありがとうございます。11位、ワイパルさん、ありがとうございます。10位、カズアットマーク、キョカタムズさん、ありがとうございます。9位、マモさん、ありがとうございます。1位、スーシミケンスーケさん、ありがとうございます。7位、ティーさん、ありがとうございます。6位、アーリン1996さん、ありがとうございます。5位、マサヒロさん、ありがとうございます。4位、セイタカくんさん、ありがとうございます。3位、ゴンタロウさん、ありがとうございます。クロマンさん、ありがとうございます。そして1位がヤスさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。おひろ配信ありがとうございました。90万ポイント達成しそうじゃん。あと757ポイントだって。プロ配信には絶対達成するね。夜は近いしょから、うん、レンボスターありがとう。達成したんじゃないか。ありがとうございます嬉しい。90万ポイント達成ありがとう。花火上がんないけど、夜配信は8時台からしようかなと。ちょっと早くできそうだったらまたワンルームでお知らせします。時間決まり次第。夜は8時台、20時台、9時までには。8時半ぐらいから始めたいなと思ってます。もうちょい早くできそうだったらワンルームでお知らせします。お、花火上がった、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。90万ポイント達成ありがとうございます。ありがとうね。誕生日おめでとう。あ、そうだ、昨日言ってたね、今日誕生日だよね。夜の配信で、あ、またねまた夜、ありがとうございました。お昼配信、またね、バイバーイ、またね、ありがとうございました。また夜の